がとうございます。藤井君の話しましょう。いやいやいや、それはいいです。あ、いや、やっぱり挨拶もせんと。いや、でもやっぱりこう、まあ、今なんか、はい、こういいんでしょうかって来てるんでしょ。いやいやいや、そんなことないですけども、うん、まあまあね、年末は年明けて、はい、ちょっと年末にあのちょっと悲しい事件がありまして、はあ、いや、あの、もう聞いてしまうのやめて。いやいやいや、そんな、そんな大したことない、まあ、はいはい、いや、年末にね、あの松竹の門座でね、はいはい、ライブがあったんです、うん、でそのライブっていうのがそこでネタをやって、うん、でそのネタをツイッターに上げるんですよ、はいはい、でそのいいねの数かける100円もらえるっていう、いいそれ。100円は誰がくれるの？会社がくれるんですよ。会社の主催だ、はい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 、結構だからもう夢あるじゃないですか、はいはいはい、だって100でもう1万1000で10万、うんうんうん、でほんまにちゃんと渡すからって言われて、ほうほう、はい、でそれ5組出るんです、はい、でその5組の1万いいねが多かった人だけもらえるみたいな。ああ、1位だけしかダメで、そうなんですよ、あ、はいはい、で、まあ、出てたんが、まあ、1年目 の、 あの芸人から、うん、上がそのここにも出てる花井二等兵さんと、はいはい、竹下ポップさんのコンビ、はい、ダブル刑事、はいはい、っていうコンビとか出てたんですよ、うんうん、であのまああのネタ終わって、うん、でこれ結果結論から言いますと、うん、僕がまあ46いいねぐらい、うん、はい、で46いいね、はい、うんうん、でそのダブル刑事が47やったんです。おえ、接戦、いいね差、接戦 で、 で1票差で負けて、うん、でまあそのお金持っていったんですよ、ダブル刑事が、はい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 、悔しいなと思って、うん、もうあとちょっと頑張ったらお金ももらえたし、うんうんうん、めた称号、まあ、1位やし、ね、1位優勝やから、年末で気持ちいいじゃないですか、うん、まあ、お金よりもそっちの方が、うん、芸人として悔しいなと思ってです、うんうん、で夜帰ってその上がってるツイッターを見てたと、はいはいはい、ほんじゃ僕のその動画に、うん、そのみんな出てた出演者がいいねしてくれてたんですよ、うん、ほう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 、みんなね、あ、身内選手監督で出てた、はい、出てる人ね、うん、僕は他の芸人一切してなかったんですよ、うん、なんか情けなくなって言うよ、いや、なんか自分だけ、なんかみんなね、多分ライブ盛り上げようと、うん、それぞれいいねしていこう、うん、僕だけ自分のしかいいねしなくて、うん、なんか情けないな、俺かっこ悪いと思って、だから一票差やけど、ほんまはもっと負けてた、うん、負けてた、なんかね、悲しいっていうか、それは反省してなかったんじゃん。いやでもこれなんか言われたの、周りからその辺は。いや、言われてないですけど、多分みんな優しいな、はい、家帰ってみんな気づいてるんでしょうね。でもだから僕、夜家帰ってみんなでいいねしたんですけど、もう遅いです。そうそうそう、でもそれね、それともう一個気になったのが、4700円や、優勝賞、はいはい、47で、はい、コンビやん、花井とかも、はいはいはい、50円単位まで。いや、それは分かんないです、そこで揉めたとか。あー、あるかもしれないですね、それ今度しようね、はい、いや、なんかそうですね、やっぱりあかんなと思いました。夢ないな、逆に夢ないし、そのなんか4700円っていうのもリアルやし、リアルなんかね、なんかリアルじゃん、4万何々とか言ったら、ね、ちょっとないけど、ちょっと1いいね100円安すぎたな。いや、で、抑えとかのもしね、うん、単位あれにしてむちゃくちゃなんかわからん投票だけ来たら、はい、で、社員さんもその46、47を見て予想通りでしたっていう、うんうん、あ、なるほど、はい、分かってたんですね。おーおーおー、そうか、今なんかそういう実際、昔やったらもう、なんていうの、ウェーイ、こっちの拍手が多かったよとかね、あ、そんな決め方みたいなの結構あったんだけど、はいはい、今多いでしょ、いろんなコンテストとか。あ、そうです、そう、ライブのアンケートも今ネットで投票ですから。え、それは匿名でできるの？匿名でできます、はい、はい、だからもうアンケートをすると今そのね、うん、コロナ的にな、なるほど、はい、ね、ちょっともう時代が変わってきてるので、そうやね、リアルやね。でも占いとかもオンラインとかあるんじゃないですか。オンラインあるよ。あ、うん、やっぱりある。え、その実際やってはります、オンラインで。ズームで、ズームでやってるの、うん、ズームで一応受けてはいる。へえ、申し込まれて。ほな、もう日本全国から、全国、まあそこまで宣伝しないと見ておかないけどね、うん、はいはい、一応できる。でもやっぱり違うんじゃん、空気感で、なんかこいつちょっと暗いなとか臭いなとか。臭いな、なんか空気であるじゃないですか、ね、うん、まあ、まあでも慣れやな、
できんことないねんけど、はい、やっぱりリアルにあったらやっぱ熱量がわかるやん、なんか木の、はいはいはい、木の感じが、うん、やっぱりこう平面で見たらもう一つね、そうですね、うん、それは奥行きまで、その人の奥行きまでね、熱量というか、なんだろうね、うん、ちょっとラグで遅れたりとかもね、あるかもしれない、うん、さっき何て言ったみたいな、ね、そうそうそう、やっぱり途切れるとこもあるし ね、うん、だからちょっとライブ感的には緩いな、ズームでやってもな、はい、うん、でもまあ主流になるんじゃない、これから配信とかそういうの、まあ、やっぱりあの 5G とかなんて、もうリアルでもささんともう、うん、もっと早いなって、だってもうね、ね、あの、あれでしょ、会議とかもそういうの、あ、自分のそうそう、リモート会議とか、ね、アバターみたいなの作って、はいはい、メタバース、ね、メタバース、はい、動いてくれんやろ、じゃあ、Facebook が名前書いてなんかの、うん、やるやん、あれ、ね、だからもう リアルにこうね、自分のこう、ね、まあまあ、あのアバターじゃないんやけど、うんうん、あの、まどろっこしこせんでもええんちゃいますの、でも楽やん、その化粧もせんでいいし、なるほど、ちょっと美化してな、あ、可愛い子ね、あ、ありますね、ありますね、はい、うん、でもそれでなんかあの実際おて、なんやみたいな、実際おったらあかんわな、ね、あの、うん、昔の文通のあれみたいな、あ、文で、文で嘘書いてね、恋文を送るみたいな、私は巻物クラスの人気者よとかみたいな書いててね、そんな、みんな文章力がたくましくなるかもしれないね、そしたら、あ、なるほどね、そこに想像力をこうね注ぎ込んでね、うん、それも面白いんちゃう、か変わるのブーブー言ってても知らないから、まあ、そこに合わすような、もうね、ビジュアルで人選ばん時代になると、ほう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 、ね、その、こう、文章力と、はいはい、コミュニケーション能力で、でもあれなんか、うん、なんていうの、やってるうちに自分が分からんようになるかもしれないですよ、なんかちょっとした嘘みたいな、あ、キャラクター書いて、はいはい、嘘の上乗り、多分俺なんでせえへんかね、多分そんなしたらもう嘘の上乗りばっかりになってまうだからそのなんだろう、リアルをこういじって変えるとかじゃないやん、うん、もう最初からリアルじゃないものが動いてるわけやから、うん、そこはみんな信用せえへんやん最初から、うん、そんな中でもおかしいやつとか出てくるんかな、ね、だからコミュニケーションの方が密になるじゃない、その俺どっちかでもガクソって混んでいきたい方やから、あ、ね、見た目だと惑わされるやっぱり、うんうんうん、見た目で競争するとみんなね、あの不利な人が世の中にはたくさん負け組多いから言葉選びましたね負け組の方が多いから、あ、そうなんですか、負け組の方が多いですか、で負け組の方が多いんじゃない、そら、あ、すごいな、うん、だからもう見た目はもう気にしないで、うん、こうメンタルでこう魂レベルでコミュニケーション取りましょうね、今日名言出ました、魂レベルでコミュニケーションでね、コミュニケーション、はい、好きな形したいね、見た目はありがとうございます。